日本神奈川県横浜市南区南大田どんどん商店街南大田は神奈川県横浜市南区の地名。元の南大田町で1995年に住居表示が実施されて南大田1丁目から南大田指定目となった。郵便番号は232-0006。本校では歴史の不死で住居表示実施以前の南大田町。 さらにその前身の倉木群土ふと町大技、大田、倉木群大田村についても述べる。南区の北部に位置し、清水が丘と呼ばれる高台と大岡川に挟まれた区域を占める。元の南大田町は、現在の中区及び西区の一部にまたがる広がりを持っていたが、1935年に実施された横浜市の第二次区改正で、 多くの新町が起立した結果、ほぼ現在の南大田一丁目から、南、大田市定目と同じ範囲に縮小した。一きなよ、京急本線が通過し、これに、平戸桜木道路が並行する。また、環状一号が南、大田市定目と、長田東一丁目との境界となっており、井戸ヶ谷切通を経て、小戸ヶ谷区方面との交通がある。平戸桜木道路沿いには、商店や、 事務所などが多く立地し、南大田駅周辺には商店街が形成されている。平戸桜木道路の南側には横浜市立横浜商業高等学校や横浜市立南大田小学校がまた隣接する。清水家宮には神奈川県立横浜清良総合高等学校があり、文京地区の性格も持つが、第一末端の休憩者地も含めて、 ほぼ全域が宅地化されている。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば南大田37の12の地点で25万2000円平方メートルとなっている。現在の南大田1丁目から南大田市定目の大部分は江戸時代の武蔵区に倉木郡大田村の一部である。元の大田村は江戸時代初期まで入り江を成していた大岡川の河口に 望み、大地末端の崖下に集落が散在して、大地を刻む野党を水田として利用する農村であった。大岡川川口の入り江ではすでに土砂の堆積が進んでいたことから、江戸時代初期に、対岸の中村との間を埋め立てる、神殿開発が行われて、吉田神殿が成立している。大田村は、江戸時代を通じて、幕府直轄領であったが、百五十九年に、 横浜港が開かれると、開港場に隣接した大田村の野毛山南麓に大田陣屋が設けられた。陣屋内には1866年に、不評、騎兵練習書が、また1870年には、権利院の指定への感学教授を目的とする文学書が設けられている。この間、横浜の市街地拡大とともに、1869年に小金町が、 ついで1871年には日の出町、三春町、栄町、霞町、清水町、初音町、小玉町が起立して、大田村から分離した。1876年に、これらの町と大田村との間で境界の変更があった後、これらの町は1878年の軍区町村編成法により、横浜区の一部となった。1889年には、 市政施行により、市政当初の横浜市の一部となっている。大田村の残存区域は1889年の町村政施行の際に、戸部町、吉田神殿、平沼神殿、オワ屋ア神田と合併して戸太村となり、同村の大技大田となった。戸フ村は1895年に町整施行して戸太町となった後、1901年に横浜市に編入された。 横浜市への編入に際して、館内の既存市街地にすでに大田町が存在したことから、南大田町と解消した。横浜市への編入後、1928年及び1935年の2時に、渡る、市区改正で、多くの新町が起立して分離し、南大田町は、元の大田村のごく一部を占めるだけになった。1935年の区改正の際には、 南大田町として残った区域が、自1丁目から自4丁目に分けられている。1945年4月15日16日に、かけては、川崎を空襲にやってきた米軍の B-29 爆撃機が、ひだるまになって落下し、南大田町2丁目と3丁目の境付近の丘に、墜落して、爆発炎上、破片は死産した。その際の火災に巻き込まれて、 近くの防空壕に避難していた市民25名が焼死した。搭乗員は9名が死亡。現場には焼け焦げた搭乗員の遺体やバラバラの手足などが落ちていたという。戦後の米軍の調査では軍曹1名の遺体は墜落現場付近で発掘されたが他の遺体は確認することができなかった。残りの3人は墜落前にパラシュートで降下したが機長はパラシュートが開かず。 中区長者町で墜落死した。一人は南区唐沢で捕まり、大船海軍捕虜収容所を経て戦後米国に帰還した。もう一人は南区中村町四丁目で捕まり、東京陸軍刑務所収容中に空襲による火災で死亡した。1995年の住居表示実施により、南大田一丁目から南大田四丁目が設置されたが、その区画は、 従来の阿衣一丁目から字四丁目とは若干異なる部分がある。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。南大田の地主には大山三四郎、小岩井義八、小岩井貞を、志村最一、増田喜一郎、増田清村田重吉などが、家主には増田又一などがいた。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。小学校高等学校、横浜市長区域要欄。横浜市。2018年1月24日閲覧。AB、横浜の人口、登録者数長超別世帯と男女別人口。横浜市。2018年1月24日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月23日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。2018年1月23日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、本土空襲の墜落米軍機と、捕虜飛行士等部軍管区。パウ研究会。2018年11月11日閲覧。発ッ後に、ほどが山地から編入した区域に設けられた、久保町とは別とされるが、詳細は不明。 ABCDEFG 日本新史録第37版付録多額納税者名簿11から13ページ2018年1月17日閲覧 AB 日本新史録第38版横浜間延74ページ2020年1月30日閲覧小中学校等通学区域横浜市2018年1月24日閲覧 ABC 全国50万円以上資産化表示地震法社第3回調査4ページ2018年1月14日閲覧人事更新録第6版1 6 4ページ2019年10月19日閲覧ありがとうございます